こんばんは、吉谷さん。メッセージありがとうございます。今回、永遠の命というテーマでいただきましたんで、そのテーマからですね、もうちょっと具体的に私なりの考え方を掘り込んでいこうかと思います。現在、人生は100年時代って言われてますよね。ですんで、100歳まで何かね、自由な人生が送れるっていうふうに多くの人は勘違いするんですけども、使えない時間っていうのがあるんですよ。例えば、100年の人生があるにしても、仮にあるにしてもね、長生きして100年生きるにしても、60歳から100歳までって何かを生産する時間に当てれるかって言ったら非常に難しいですね。これはね、もう体力も衰えてヨボヨボになって、友達は死んで親もいなくなってっていうのが60代から100歳までですよ。そしてですね、1歳から20歳ぐらいまでもほとんど個人の裁量では何もできないと思うんですよ。学校でワーワーやったりとかね、バイトでギャーギャー言うぐらいのもんで、もう自分の行動範囲なんで限られてますし、お金もないし時間もないし知恵もないし経験もないんで何もできないんですよね。当然協力してくれる友達にも重要な人間ってあまりいないと思うんですよ。そう考えたら、私が使えるのっていうのは、逆に使えないのはね、1歳から20歳まで、それから60歳から100歳まで、これは人生100年時代でもう使えないと思うんですよ。ということはですね、現役時代っていうのは40年ぐらいしかないんですよ。で、40年っていう21歳ぐらいから始まって39歳まで始まるんですけど、終わるんですけども、その間にできることってどのくらいあるかなって考えていただくと、あんまりないってことに気づきますよね。しかもこの現役40年っていうのの4分の1を睡眠に当てるとしたら10年が搾取されるんですよね。そうするとそこそこ30年なんですよ。30年の間にもうすでに事をなしてですね、前半の10年ぐらいで全部完了させて、人生の全てのミッションというのを完成させて、やっぱ残りの20年なり30年っていうのは、まだね、体力があって意欲があって人間関係が十分の時に、いろいろねレジャーに使っていきたいなと、人生に使っていきたいなと思うじゃないですか。なんでね、生活費稼ぐために一生をかけてしまうんですかってことなんですよ。何なんでしょうね、もう本当これ奴隷ですよ、本当にはっきり言って。生活費稼いで、で1ヶ月経ったらその生活費がなくなって、また来月働いてみたいなね。でしかもその仕事が面白ければいいけども不満があるわけでしょ。時間ないですからね、もうとっとと片付けて、で実際に自分のやりたいことに人生を振り向けていかないといけないのかなと思うんですよね。で60歳を過ぎると大体ね、楽しみに限界ができてるんですよ。ちょっと考えてみてください。60歳過ぎた方には申し訳ないですけども、60歳過ぎて暴飲暴食できますかね。牛丼一杯食べたらもうお腹いっぱいでもたれるでしょ。若い頃は焼肉1キロ2キロ食べても平気だったはずなのに、無理なんですよね。だんだん食ってものの楽しみも限られてくるんですよ。であと体力もほとんどの方衰えていきます。やっぱりね、体力をつけようと思ったら10代の頃がリミットですよね。20過ぎたら体力ってなかなかつかないですから、でつけるにしても10代の頃の2倍とか3倍かかってくるんですよ。そう考えていくと、40を過ぎてトレーニングをするっていうのは非常に効率が悪いということでね、やっぱ10代の頃に終わらせておかないと、60過ぎてから体力っていうのはやっぱなくなっていきますよ。相当鍛えていくアスリートみたいな感じじゃないと、なかなかね、体力っていうのは60過ぎると一歩落ちるんじゃないかなと思います。そして移動ですよね。移動の方法や距離にも限界ができているわけです。60歳過ぎると長距離の航空券、要するに飛行機に乗るっていうのはかなりの負担になりますしね。それから車の運転60過ぎてね、2晩2晩ね、ぶっ通しで運転できるかってやっぱできないですよね。やっぱ移動にも限界が出てくるわけですよ。当然視力も落ちてきますし、意欲も落ちてくるんで、なかなかできないかなと。であと仲間ですよね。皆さんがね、60過ぎても同じ年代の人でたくさんの仲間がいればいいですよ。それなりに楽しく過ごせるでしょう。で肝心なのは、60代になった時に20代とか30代の知り合いがいないってことなんですよ。こういうふうなね、若い方とつながれていけないっていうのはね、自分よりも20歳とか30歳若い方とつながりがないっていうのは、これね、深刻な問題だと思った方がいいんですよ。何をやってきたんだって話ですよね。若い世代に支持されないような生き方っていうのは結構リスキーだと思うんですよね。感覚もわからないですし、煙たがられて老人っていうだけで嫌われやすいわけですから、そうなった時に自分のことを守ってくれるね、10代とか20代、要するに子供たちに気に入られる大人になれってことなんですよ。大人っていうのはね、通常煙たがられるわけですから、実の親子だって煙たがられるわけですからね。そう考えたら、やっぱり年齢を重ねた時に自分よりもね、20歳とか30歳、もっと言ったら40歳ぐらい若い全くのね、お他人様にどのぐらい信頼されてるかっていうのは非常に重要なことだと思うんですよね。そう考えていくと、やっぱりね、多くの方の人生って60過ぎたらものすごく負担で暗くて面白くないものになるから、早めにお金稼いとかないと、早めに自由を手にしとかないと、結局人生ってやりくりするだけで終わってしまうんですよ。何なんでしょうね、時間ないですよ。そういうふうに考えていくと、私はね、ちょっと遅いぐらいなんですよ。40歳からこの45、6歳で何かことを成したっていうのはもう遅いぐらいなんですよね。この危機感ですよ。時間ってのは本当にないですから、
何でもかんでも30ぐらいで人生のミッションで達成しといて、そっからはなんか楽に生きないといけないですよ。何の義務もなくね、誰かとつながらなくてはいけないってこともなくて、誰に嫌われても平気、どんな人にも忖度せずに済むと。それでいて人に優しく、周りにね譲る気持ちがあって、公平で冷静な思考を持てれば、まあ、一番いいのかなと思いますよね。私ね、誤解を受けることがあるんですけども、誰に嫌われても平気ですけども、わざわざ人に嫌われようと思ってないですし、できれば好かれたいですよ。だからね、嫌われても平気なんだけども、人を嫌わないようにとかね、多くの方との調和を大事にしてるわけなんですよ。でも多くの方って人に嫌われちゃいけないのに、嫌われるようなね人格のまんまなんですよ。だからね、いろいろとね、振り返ることが多い人生なんだろうなと思いますよね。